くりすんだよ。これね、愚痴が長い。彼女が16歳の時から、僕は毎日聞いてました、愚痴を。俺が親だったら、こんなん出すなと思う。皆さん、こんにちは。ビリギャルチャレンジの坪田先生でーす。ビリギャルのさやかでーす。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いしまーす。めっちゃ受けてるけど。ね、さっきまで普通に喋ってたけど、ね、はい、突然坪田先生が声大きくなったからさっきびっくりしちゃったみたいな。ちょっとね、目が涙目だったもんね。びっくりだよ、恐怖を。あっちもみんなびっくりしたんで。そうね、マネージャーさんがすごいなんか若干引いてたよね。ってなってたよ。そうそうそう、はあ、引くってこういうことなんやなっていう。坪田先生そんな大きな声出るんですかみたいな顔してて。あ、もう頑張りますよ。今日1回目なんで ね、初めて。じゃあちょっと趣旨説明してもらってもいいですか。私でもずっとやりたかった、坪田先生となんか動画撮るやつ、はいはいはい、動画撮るやつ。動画撮るやつ、まあ、YouTube ね。 YouTube ね、はいはいはい、なんか坪田先生とさ、たまに会ってさ、お茶するじゃん。はいはいはい、しますね。めっちゃ面白いじゃん。ありがとうございます。坪田先生のこの話みんなに聞かせたいなと思ってたし、うん、坪田先生のそのめちゃくちゃ誰でも分かりやすい説明引き出す天才だと思ってるから、確かにね、私が一番天才だと思ってるから、はいはい、もうだって付き合い長いですからね。そう、そうだね。何年ですか。17の時だから今31でしょ。14年ぐらいですね。14年、もうすぐ15年だって、ね、高校生の時に塾に来て、うん、で1年半ぐらい一緒に頑張って、でそれで15年経って今こうやって YouTube のチャンネルをするようになると思ってた。これ YouTuber になる、私 YouTuber ですね。やっとビリギャルがついに YouTuber にっていう、ちょっと中高生に自慢できるそうね、だって中高生みんな YouTuber になりたい。確かに確かに。で私今ちょっと大学院通ってるから、ね、はいはいはい、学生と YouTuber と元ビリギャルと罰イチっていう肩書きで、罰イチも肩書きない。肩書きだよ、立派な肩書き。人生感あれ溢れてる。確かに ね、基本的にさやかちゃんは毎回、うん、1回目ちょっとなんかうまくいかないっていう傾向にありますよね。そうなんだね。そう、第一志望落ちてるしね。そうそうそう。失敗と思ってないけどね。はいはいはい、うん、そうね、うん、いやだから結果世間的にはうまくいってないかったなっていうのがあっても、うん、それをなんていうの、上書きしてプラスに変えてる感じはあるよね。そう、この前もね、出版してね、はい、出版が1回目はどうだったんですか。満を持してよ。ビリギャル本人満を持して自分で書いたんだよ。そうだよね、ビリギャルのね、はい、この原作も坪田先生が書いたじゃん。はいはいはい、はい、ちょっといつか書きたいなって言ってたじゃん、ずっと言ってた言ってた。で、13、4年経って、はい、先生やっと私ちょっと一回自分の本書くわ。うんうんうん、めちゃくちゃ面白かったけどね。意外といいじゃん。いやいやいや、私文才あるじゃん、結構文才文才だけある。文才ある、ある。読みやすいんだよね。そう、分かりやすい。そうそう、で、なんかグッとくる、あの、語彙力がないから。そうそう、分かりやすいんだよ。確かに。で、自分でその講演もやってるしね、うん、そこで、まあ、中高生に伝えているお話を、うん、まあ、本に書いて、でそこで伝えきれないことを、うん、まあ、本に書いて、はいはいはい、で出版社にもこれめちゃくちゃ面白いなと、うん、ちょっとじゃあ出そうと、はい、こちらの本なんですけども、はいはい、キラッキラの君になるためにビリギャル真実の物語、はい、ね、どう思う、このタイトル。このタイトル私つけてないっていうことだけみんなに伝えたい。これは自分でつけてない。自分でキラキラって言ってるやつやべえからやめた方がいいって私は言ったんだ、出版社に。こんな本私だったら買わないと。で、しかもこれ私が表紙に出てる必要ないと。こんなん見たって、あ、ビリギャルの子だってなんない、なんないじゃん。ならないね。有村架純ちゃんだったらいいよ。はいはい、でもこれ私、誰ってなるから。中身全然違うんだよ。違ったでしょ。はい、違う。いや、面白い面白い。ドロックセー、はい、原稿だったんだけど、あの最初ね、ここのビリギャル真実の物語っていうサブタイトル、何だったと思う。びっくりすんだよ。これね、愚痴が長い。いや、ここちょっと尺使わせて、回して、回して、ここ大事なとこなんだよ。私がつけたんじゃないっていうことと、あとサブタイトル、本当はね、さやか死ぬ気でやってよかったよっていうサブタイトルだったんだよ。これだけ変えてって言ってこれになったの。そういう裏があんだよ、これ。すっごい私戦ったんだよ、これ。本当はビリギャルからのバトンっていうタイトルだったら出したかったの。だからみんなちょっとぜひ表紙取って読んでほしいなって思ってる。表紙取るとどうなるの、これ。
何も書いてないよ。あ、なるほどね。だから、まあ、でもちょっと、ちょっとキラキラが残ってるよね。そう、キラキラ感ちょっと出てる。キラキラの星の感じがちょっとこう、残ってはいるけれども、うん、まあでも、こっちのがいいね。まあ確かにね。私、講演会でこれ毎回愚痴ってるね。そうするとサイン会やるとみんなこれ撮っといてる。新しい現象じゃない。出版して半年ぐらい経ってね、うん、ちょっとさやかさん、不思議なぐらいネットで売れないんですけど、はいはい、ちょっと表紙がキラキラすぎたかもしれませんねって言ったの。いや、私言いましたよねって、私散々言ってたことですよねって言って喧嘩したの。彼女が16歳の時からこんな感じで僕は毎日聞いてました、愚痴を。そうそう、学校の先生の愚痴、お父さんの愚痴、友達ね、そう、友達と喧嘩したとか、あいつが全然勉強しなくてうぜえとかね、そう、私の邪魔すんだったら学校来んじゃねえよっつってね、すげえ怒ってたんだよね。あいつが元カレがどうだとか、うっせえんだよなとか言ってね。そうそう、で、この2人の会話をで、僕はただそれを聞いて爆笑してるっていう感じで、そうそう、だいたいね、そうすんで、それを聞いて、あの周りの人たちがなんか笑ってたっていうのが、そうそうそう、だからまあ、ああ32年でも変わらない感じやなと思って。愚痴が止まらない。愚痴が止まらない。え、この趣旨はさやかちゃんが自分の書いた本の愚痴を言うっていう、まあ、趣旨でいいんですかね。そうだね、基本愚痴が多いから。誰が見るか、あんなもん。やっぱ第1回目は、ここ、弁解。これはもう、あの、ちゃんと伝えさせてほしい。これは私が付けたタイトルではないということで。いやいや、じゃあ、やっぱ2冊目は、そう。なんだっけ、ビリギャルの言い訳みたいなのでいいんじゃないですか。言い訳ね。あ、でもそれ、うちのお父さんが書きたいんですよ。あの、ビリパパの言い訳っていう本書きたいんだけど、さやがどうかなって言うから、マジやめてって。で、調子乗んなよ、つって。はいはい。正直、うん、あれって僕やっぱ思うのが、お父さんはお父さんで、なんでやっぱ理屈が絶対あるわけじゃないですか。まあそうだろうね。そんで、俺もな、俺今さ、上の娘が5歳で、うん、下の娘が1歳なんやけど、うん、ちょっとね、ママ寄りなんですよね。あら、例えば、お風呂どっち一緒に入るって言って、俺は今日一緒入りたいなとかって言ったら、うん、俺じゃなくて、まあ妻マキって言うんだけど、うんうん、マキって言ったら、うん、俺が悲しむっていうのを見越して、うん、マキ試されてる。俺がうわーってなったら、ちょっとね、ニヤニヤしながら、ねえマキって近づいていくの。なんかね、そういうのを見てて、やっぱ女の子やなって。でもさ、そのリアクション見たくてやってるんでしょ。いや、そういうわけじゃん。俺は本当に一緒にお風呂に入りたくて。でも坪田先生は、いや、ちょっと坪田先生のリアクションがでかいから、はいはいはい、あの、娘さんが、はい、あえてやる、面白くてね、うん、なるほど。一生懸命さ、愛をさ、伝えているのにさ、ちょっとそれがやっぱ思いみたいな感じにこうなっていくと、うん、なんか寂しいやん。で、それが多分積み重なっていって、うん、あのお父さんと娘との距離感って多分ほとんどの家庭が実はあると思うのよ、うん、そうかー。で、結果で、なんかやっぱすごかったやん、あの当時お父さんとの確執っていうか。私ね、そう、そうそう、本当に嫌ってたし、本当に嫌ってた、クソジジイって言ってた。クソジジイ死ねみたいな感じだったね。いや本当に。でやっぱそれを後でお父さんから聞くと、その当時名古屋でね、うん、その栄で、うん、金髪でピンクのルージュみたいなのをわー塗って、うん、あ、真っ赤なこんなピンヒールを履いてるのにこんな履いてたね。だから別にそれがダメとかじゃなくてね、うんうん、そこでなんかもうブチギレるっていうのをして追いかけ回してたみたいな。そう、あったよね。なんかお父さんの車が見えて、やべ、クソジジ来たっつってめっちゃ走って逃げてた。私、街をで、みんながあのかくまってくれるっていう。それぐらいマジで嫌だったね。今超仲いいけどね。あ、そうそう、あ、そうで、そこがポイントだと思っていて、うんうん、中高生ぐらいの時にそんだけすごい確執があって、うん、そこから、まあ、離れて、うん、もう二度と会わないみたいな感じの人もいるじゃない、うん、今めちゃくちゃ仲いいじゃん。仲いい。だからこういうのがある意味ネタになって YouTube になりますとか、もっと言うとあの本ってさ、うん、じゃ俺だから出版する時のある種裏話の一つで、うん、俺これお父さんが読んだ時に、確かに気にしてたよね。俺めっちゃ気にしてて、お父さん傷ついちゃう、ね、そう、俺がこれ、いや俺が親だったらこんなん出すなと思うもんね。確かにね。でもうちのお父さん偉かったよね。うん、だってこれ事実ですから。これ 100% 事実なんで、
これをノーって逆に言えないですっておっしゃって、俺泣いたもんね。本って一冊10万字ぐらいなんですよね、実は。で10万字って結構な量じゃないですか。でも60万字とかになってたんですよ。で6倍。ゲラを見せようとした時にお父さんが、いやいいですと言った。そう、俺読まない。そう、なんか、いや僕はもう坪田先生を信じてるからじゃないけど、なんか今家族があるのは先生のおかげだからみたいな、本ができるまで読みませんって。いやこれダメだろうと思ってむしろ読んで怒ったら速攻出版差し止めじゃんって思って、うん、でもまあそうやって、いや僕はもう逆になんかこれを OKOK じゃないっていう立場じゃないみたいな言い方をされて、でじゃあ分かりましたって言って出したら、すごい感動してくれたっていう。なんて改めてとその時の娘さんと、つまりさやかちゃんとお父さんとのなんか絆みたいなのをすごい感じたというか。そこで、うん、でさやかちゃんはさやかちゃんで、ね、別に見せなくていいよみたいな感じで言っててそうそう、本に出してもらえるだけありがたいと思えよって言ってねだからあれはなんか僕にとっては結構な、まあ、思い出なんだけど、だからそこが最終的にその娘と和解した父親なわけじゃない、うん。で、なんだったら若いどころか結構もう今尊敬してるでしょ。尊敬してる、うん、本当に。まあ私のがすごいけどうちの父さん、私が生まれる4日前ぐらいに会社辞めてるんです。そうだよね。そうだから、うちの母さん保険とかない状態で産んでんだよあ、そうなの。そうだから自分の会社をで、まあ、中小企業でね、うん、安定もなく、はいはいはい、家族を養うっていうのがすげえなってこの年になってやっと分かったの。まあそうだよね、うんうん、だからやっぱお父さん目線での本見てみたいですよね。ビリパパのパパの言い訳、ビリパパね。じゃあ今度ビリパパ呼ぼうよ YouTube にね確かに言い訳していいよ。1回目は愚痴で2回目は言い訳この本の話何でしたかっていうと、さやかちゃんって1回失敗するよねっていう話からだそうね、次があるから確かに2作目見てて、これあのこれはもう私の中では結婚で言うと1回目ね1回目、あのすごく良かった、すごく良かったし楽しかったんだけど、まあ結果、まあ、1回終わったさあ、はいはい、終わったね、はいはい、失敗という人もいるかもしれない、はい、でも私の中ではこれ失敗ではない、うん、ね。次が総合政策受かるっていうのと、そう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 、要はあれがドラマをさらに強くしたところあるじゃない。そう、あの缶コーヒーの話、ね、そうだよ、坪田先生の全然落ちてるからね文学部しか受かんないと思ってたんじゃん。だって過去問9割とか取ってたもんね、うん、なんか60何パーぐらいでいいのに9割とか取ってて、もう文学部は絶対だと。すごくない私慶応目指すってなってから最初に赤本を、まあ、買えと言ったじゃん。で、え赤本なんかもっと解くのって言ったら、いや解くんじゃない、傾向と対策ってページを研究しろって言ったじゃん、はいはいはい。で今も多分坪田塾そうだと思うんだけど、はいはい、傾向と対策っていうのは相手を知っていく差に挑めっていうことでしょ、はい、そうそうそう、その通りです。坪田先生よく言ってたの、はい、もうとにかく手当たり次第勉強しててもガランと、うんうん、だから相手を知って、その相手がどういう相手なのかを知って、それに対して戦略を練ってやるっていうのが受験のコツ、その通りで教えてもらったんだけど、うん、慶応は文学部、経済学部、商学部、総合政策学部と4学部受けてるの、うん、文学部以外の3つは記念受験だったじゃん、うん、記念受験で受かんないだろうなと思って願書出すっていうやつね、滑り止めの反対で。私は文学部の傾向と対策ばっかり1年間先生とやってたの、ね、はい、だから文学部の問題はもう攻略してたんだよ、はいはい、そうね。だけどその慶応の文学部の試験の直前に坪田先生がこれお守りして持ってけと、うん、当時の塾のね自販機のところでレインボーマウンテンっていうコーヒーを買ってくださって、はい、で私その握りしめてそれをね新幹線に乗って行ったわけですよ、慶応のね、はいはいはい、文学部、はい、先生力出してと思ってそれを一気飲みしたの、うん、試験の直前に。試験の直前に、はい、ブラックコーヒーって一気飲みしたことあります？ないね、確かにない。ないよ。しかもすごい冷たくなってんだよね。そうだ、買った時には温かいぬくもりがあったけど3日ぐらい経ってくるそう、ね、残しとくと、はい、置いとけないじゃん。確かに缶コーヒーは。そうで、しかもちょっと飲んで捨てたらご利益減るじゃん確かに。だから全部体内に入れてやろうと思ったの。だから全部一気飲みするしかなかったの、はい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 、でちなみに私ブラックコーヒー飲めないこれで私お腹壊しちゃったの試験中に何度もトイ
イレ書き込んだんだよ。もうね、なんか試験官とかトイレまでもついてくるしね。なんかカンニングすんじゃねえかと思われてさ。やたらとこいつトイレ行くぞっつって。そう、やたらトイレ行ってから何か持ってんじゃねえかっつって、こう体内こうね、あの、はいはい、検査とかされてさ。ほんでトイレ行ってもう戦ってね。ほんで解答用紙が半分も埋めれない状態で回収されてきたんだよ。スバト先生のせいで押してんだよ、私は。いや、本当に申し訳ない。すっごい話止まんねえ。止まんないですよ。なんか、これ、本当は何本撮りかのはずなんだけど、うん、なんか予定を多分3倍ぐらい超えてるんで、ちょっと一旦この辺にしておきましょうか。一回切りますね。はい、また次回。またねー。バイバーイ。ありがとうございました。たまたま遭遇して、有村架純ちゃんのいい裏話があるんですよ。それは、聞きたいよね。聞きたいでしょ。